写真がね、めちゃくちゃ不細工なの。シールちゃんはね、可愛いのしかないわけ、写真が。修正してるからね。こんにちは、シールです。マジシャンのりなちゃんに来てもらってます。はい、よろしくお願いします。いや、なんか仕事上で、うん、マジシャンの、まあ、女子マジシャンなのかな、なんか悩みみたいなのありますか？あのね、うん、宣材写真がね、めちゃくちゃ不細工なの。なんか、おばさんみたいな感じで。うん、もう一枚そのツインテールのやつ、私は可愛いと思ってたんだけど、うん、うちのお母さんは、え、なんでこんな写真なのみたいな。うん、だからどっちもね、不細工なの。で、どっちも同じ人に撮ってもらってて、もう友達見かねて、そのカメラやってる友達が今度、まあ、ちょっとこう撮ってあげるよみたいに言われたんですけど、難しいところが、まあ、そのスタジオとか探していくじゃん。でも一回撮ってみないとわからないっていうのもあるし、うんうん、あのカメラマンさんのセンスとか思い描いてるスタイルを伝えても、うん、やっぱいろんなイメージがあるから、うん、形にするの難しいよね。そう、あとなんかやっぱメイクなのか髪型なのかでもちょっと違うんだろうけど、うん、シエルちゃんはね、うん、なんかね可愛いのしかないわけ、写真が。修正してるからね。だからそれはね、ちょっとすごい気になってて、あの私の固定のお願いするカメラマンさんはやってくれるんだよ、うんうん、もうどこまで、あの言ってるこれぐらいで、一回ちょっとやりすぎた写真があったの。あれみたいな。で、いやこれはちょっとやばいと思って、うん、あのその次からは、うん、あのこの間のよりはちょっともっと私らしくみたいな感じだったんだけど、腕削るってことはまあ普通、腕削るって腕が太いからこうちょっと削るみたいな。なるほどね。とかあと、ね、でも気になってるんだったら私は修正していいと思うよ、うん、ダメ？いやいいと思う。え、私あと自分でフォトショーもあるからやるよ。すごい、ね、やるやる。本当なんかね、カメラマンさん的にはせっかく作品を作ったものを変更されるのって嫌とか言う人も聞いたこともあるから、それもわかるんだけど、うん、でももう私はこれに人生をかけてるわけだから、か私は気に食わなかったら徹底的にやる。私ね、修正したことないの、ほぼ。それもやった方がいいんだなっていうのを今日勉強した。 そこまで徹底したいのね、宣材写真で。いや私は命かけてやる。そっか、だからちょっと違うぐらいがちょうどいいじゃん。ちょっとこの後ね、あとはもう現場呼ばれたらマジでそれ以上に、うん、写真と人物違うと、本当それ以上のパフォーマンスをする自信があるから、そこはもう呼んでもらった感じ。じゃあもうこの後のそのブサイクの存在はもう全部消しますんで、全部消しますんで今、うん、あとあれじゃない、自分がいいと思うものと周りがいいと思うものが違うから、うん、自分がでもやっぱいいと思わないと自信持ってできないから、うん、まあね、それはいいんだけど、時には誰かの意見、うんとかでこっちよりこっちの方がいいんじゃないとか、うん、こういう方がいいんじゃないっていうのあったらちょっと耳に入れてみるっていうのは。そうだね、そうだね、うん、実物の方がまだいいって、うんうん、まだいいって。でもね、私もすごい言われる、写真がおかしいって。ピー、ちゃんいるでしょ、うん、ピーちゃんも、うん、私に会う前に、うん、すげえブスみたいな。なんかね、そう、あのお前写真変だよって。本当に？だからね、今さ、あのスノーとかもそうだしさ、うん、可愛くなるカメラが多いんですよ、うん、そうだね。で、どうしてもやっぱ可愛くなりたいの、女の子だから、うん、だからそういうのにね、頼っちゃうんだけどね、うん、実際は普通のそのままがいいよって思ってる人はめちゃくちゃいると思うの。だからどこまでをね、うん、こう修正とかでね、こう要は見栄えだけ良くするかっていうのはもうその人次第だけど、うん、でもこちら的にはね、テンションが上がるわけですよ、うんうん、ちょっとでも可愛いとか、ね、コンプレックスがちょっとでも少なくなると、うん、自信を持って生きていけるんですよ。だからもう自分のね、やりたいようにやればいいのかね。まあいろいろ時代も変わってくるからさ、ね、何が求められてっていうのはわからないけど、はい、まあ私の場合は結構衣装を変えるので、衣装を変えるたびに宣材写真っていうのは結構撮り直してて。あ、そうなんだ。そうそう。でもね、ぶっちゃけ宣材写真を撮って、うん、まあお金払って使わなかったっていうのも結構ある。嘘。要は私はこだわりが強いから、うん、気に入らなかったら、うん、使わない。え、もう撮ったのに。撮っても使わない。全部？うん。でもなぜかっていうと、マジシャンのお仕事を撮る時の、まあ、特に営業っていうのが、うん、ある意味こう写真1枚で決まることが多いんですよ。あ、たまにね、こう映像を送ってくださいとかって言ってくる方もいるんですけども、うん、ほぼ写真1枚。そうなんだ。あとはプロフィール。
の経歴、まあ、どんなところでやってるかっていうところだと思うんだけど、まあ、もちろんねテレビ出てて有名なマジシャンとかになったら別にもうその人に来てほしいから、うん、もう写真のものにも知ってるっていうところから始まると思うんだけど、初めて お願いするんですっていう時っていうのはもうほぼ写真の雰囲気と、うん、あとは本当経歴だから、そこでなんかちょっと自分も気に食わないのを出したら、うん、私はそれはもうもったいない、その仕事もなんかいいですって言ってるようなものだから、そっか、 そこはすごい大事かなって。私ね、うん、今までそのお客さんにマジックを見して、うんうん、その後にも依頼が来るから、うんうん、こうなんつうの、写真選考とかあんまなかったのよ、ないないよね、そんなに、うんうん、でもイベント会社さんって写真をまずさ、ね、あのオーディションでなんかこう選考して、うん、そうそうそうやるじゃん。だからね、その最近またイベント会社さんにね、うん、お仕事いただきたいから営業していこうと思ってて、うん、その時にやっぱ写真がブサイクっていうでも、うん、もったいないとこなんだよね、それだと、うん、言っちゃうと、うん、写真詐欺じゃないけど、うんうんうん、詐欺でもいいから、とりあえず選ばれちゃって、そうだね、前にあのイベント会社さんに言われたのが、うん、まあ、ちょっと女性、ある女性マジシャンで、うん、多分何十年前かの宣伝写真を出してたらしくって、うんうん、当日会ったらあまりにもおばさんでびっくりしちゃってそれもそれでまあクレームになるかなって。あのマジシャンあるあるだよこれ、うん、結構皆さん古い写真使ってるっていうのがあって、うん、もうわかんない、私もそうだね、今撮った写真をこの後10年使うかもしれないんだけどだけど、うん、なんかもったいない。私的にはマジックショーの現場行ったら楽しませる自信があるわけ、うん、だからたとえね、うんうん、現場とね、あれ写真が違いますねっていう人が来たとしても、私はそこから次につなげる自信があるから、かとにかくもう現場にねもう呼ばれる、そこまで私は来ないとダメかなって思ってるから。じゃあどうすればいい、カメラマンさんとの相性っていうのもあるんだと思う。あるね、あるあるある。カメラマンさんがたまたま、うん、まあ、出会いでいたら、うん、なんかそういう話になったらお願いしたりとか、うん、でもね本当に大変失礼なんだけど、うん、そういう写真を撮ってもらったりとかして、やっぱり自分がちょっと違うなと思ったら、うん、ごめんなさい使えませんってなっちゃう、うん、そっかそっか、それは本当申し訳ないんだけど、例えば衣装もそうだよね、うん、なんかその衣装着たらこういうイメージになるかな、うん、例えばだけどかっこいい衣装持ってて、じゃあかっこいい背景でお願いしますで撮ったら、なんかすごいかっこいいよりちょっと暗いなみたいな。確かにね、さかっこいいがさ、なんかいろんなかっこいいがあるから、実際はやっぱり自分が思い描いてたものっていうのにどこまで近づけるか。でもさ、実際さ、うん、撮影させてもらう時ってそんな時間ないんだよ、うん、こっちからそんなにいちいち指示とかってできないくない、うん、そうだね、気をつけた方がいいのは、うん、自分がどういうマジシャンなのかっていうのをまずは決めて、例えばだけどじゃあかっこいいマジシャンの写真がいいってなった時に、かっこよくいろいろ決め、衣装をかっこよくして雰囲気もかっこよくしてって、だけどマジックショーを売る時に、例えばじゃあ子供ショーもやりたいとか思ってたら、子供ショーかっこいい写真で行くよりも絶対楽しいとか明るい写真で行った方が仕事は決まりやすいから、だから宣材写真っていうのはある程度衣装とかもあれば、うん、いっぱいあった方がいいんだよ。子供向けの写真、うん、まあ、自分がやりたかったらね、そういう現場で子供向けの写真とか、あとは大人の企業パーティーのちょっとかっこいいめのとか、うん、それを使い分けて、その都度この案件だったらこの写真っていう風に出していくと、そっか、より決まりやすい。で、私はお客さんから依頼が来た時に、うん、どこの層に向けてるか分かんない時は3種類ぐらい写真を送る、うん、もうあの決まる前に先に送っちゃうの、はいはいはい、だからこういう顔もこういう顔もこういう顔もできるので、例えば子供ショーだとしてもセクシーなお姉さん系か、ちょっと今回子供だからこの人は NG かなって思われるのはもったいないから、うん、だったら楽しい露出が少ないものみたいな写真も入れとく、うん、私から言うと他のマジシャンの宣材写真が少なすぎる。あ、私宣材写真だけでも相当撮ってきてるから、そか、衣装だけでも30から40着あるたびに撮ってたぐらいだから、やっぱ衣装も使い分けた方がいいんだね。衣装も使い分けた、私はさ今までさ、うん、1着をもう行って固定してたのよ、うんうんうん、そのやっぱさテレビとかで林家ペーパー子さんはさ、うんうん、同じ衣装じゃん、あれをね、それは難しいところ、そう、うん、まあ、でも確かにそのキッズショーと普通の企業パーティーだったらちょっと違うなっていう感じだし、うんうん、私の感覚では、うん、なんか衣装も楽しんでほしいっていうのがあるから、うん、特にマジシャン
のお仕事してると毎年呼んでくれるパーティーとかあるんですよ、うん、もう10年近く毎年毎年、うん、ショッピングセンターとかだったら例えば年に何回とかレギュラーあるでしょ、うん、なった時になんか固定の衣装でねすぐあの人だって思ってもらえるのも大事だけど、うん、それよりもなんかスタッフさんとかいつもいる人が今日はこんな衣装なんですね今回こういう衣装なんですねっていう風に、なんかやっぱり見て楽しむっていう部分では衣装もバリエーションがあった方がいいかな。で私はその衣装に合わせて音楽も違うしネタも変えてみたいな感じでやってるとなんか常に新しいことをこうしてる雰囲気みたいな、そうだね、まあ、そういうとこも楽しんでもらいたいなって思うから。確かに、うん、じゃありなちゃんは今年あれだね、はい、素敵な宣材を撮ろう。そうです、ちょっと本当にあのマジシャンの写真は多分相当ツッコミどころがいっぱいある話だから、ね、まあ、またやりたいなと思います。そうですね、はい、今日もご視聴いただきありがとうございます。りなちゃんの YouTube チャンネルもあるので、はい、そちらのチャンネル登録もよろしくお願いします。動画が面白かったら高評価、そしてシールチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。